ガイウス・ユリウス・ウェルス・マクシムスガイウス・ユリウス・ウェルス。マクシムスとは、軍人皇帝時代のローマ帝国の皇帝、マクシミヌストラクスの息子であり、父、マクシミヌスの共同皇帝の地位にあった人物である。ガイウス・ユリウス・ウェルス・マクシミヌスや、小・マクシミヌスとも称される。ガイウス・ユリウス・ウェルス・マクシムスは217年、または220年頃、マクシミヌス・トラクスとその妻のカエキリア・パウリナの 息子として生まれた。235年にアレクサンデル・セウェルスが殺害され、マクシミヌスが後継の皇帝に即位すると、その翌年の236年にマクシヌスは共同皇帝に即位し、プリンケプス・ユーエントティスとなった。238年3月、マクシミヌスの知性に不満を抱いた元老院の後押しを受けてアフリカ族衆総督。 ゴルディアヌスがマクシミヌスに反旗を翻すと、パンノニア島へ遠征中のマクシミヌスに追反していた、マクシヌスは、父と共にゴルディアヌス討伐のためローマへと進撃した。238年4月12日にゴルディアヌス不死は、戦死したが、元老院は、マルクス・クロディウス・プピエヌス・マクシムス及び、デキムス・カエリウス・カルイヌス・バルビヌスを、ゴルディアヌスの後継皇帝に擁立して、 マクシミヌスに対抗する姿勢を見せた。マクシミヌス軍はさらにローマへ進撃してアクイレイアーを表したが238年5月10日に陣中でマクシミヌスに不満を持ったプライトリアニによってマクシムスはマクシミヌスと共に殺害された。マクシムスの遺体は父と共にティベリス側に投げ捨てられた。ありがとうございます。